然好きのウィンナーはよね、休んでる間になんか知らんけど、あのミキサーとかさ、あのミキサーってあのうーじゃないよ、ビーの方ね、そのミキサー をさ、なんか知らんけど変えちゃったりとかして、マイクとかの設定とか、あの配信しないのに変えようとしちゃって、今大丈夫かなと思って。うわ、久しぶりだね。捕まっちゃったよ。あのさ、あのちょっと待って、あの本当に久しぶりなのね、本当に。あの裏で活動とかしてないし、裏でっていうか、なんかあのほら、あの配信自体が本当にあのあれだよね、あのコラボとかもにも参加してないし、あとそういうことね、裏っていうのは。コロさん、はーい。もうなんかみんながさ気になってることって言ったらさ、まあ休止の間何しとったんって話なんだけど、まあ本当にね、まああの休むって言っても、あ、スーパーチャットもありがとう、コメントもみんなありがとう、メンバーのみんなもありがとうね。見えてるよ。この龍眼でしっかりと捉えとるね。あ、そうね、あの小がゆとね、あのユニバーサルスタジオジャパンデートしたりとか、あとまあ近い話で言うと、あのボタンちゃんとかとご飯行ったりとか、あとまあね、あの休む前から決まってたお仕事とかはあのするから、まあ、そういうのにこう追われて、まあなんか抜きつ抜かされつつみたいな人生を送っていました。体調はほんとね、すこぶるいいよ、結構いい感じだよ。そうだからね、なんか配信するってなったらさ、やっぱり心配させちゃうと思うんだけど、なんだっけかな、まあ仮釈放なんだけど、ほんとに本ちゃんの復活ではないんだけど、まあ、でもなんだろう、なんかなんて言えばいいかな、あさってとりあえず、案件配信があって、まあ、案件とかあるんだけど、そう、でも、なんか自分の、できるときにね、できるときに、配信入れようと思って、なんかね、言われた、もう3、4年ぐらい、本当に直すって言ったら、それぐらいかかるのね。らしいの、こうにわからんかったんだけども、あるんだけど、でもなんかもそのなんだろう、配信はやっぱしたいよ、こうにね、干からびちゃった、みんなとさ、こうやってさ喋れないと干からびちゃったよ。だからそう、まあ1週間に1回でも2回でも、あ、そう、例えばだけど1週間に1回の日もあれば、1週間にもう毎日配信できる日も多分あると思うのね。で、それは本当に、無理しない程度にね、みんなに心配かけない程度に、自分でちゃんと体調見極めとかちゃんとして、やっていけたらいいのかなって思う。そう、なんか、それはね、マネちゃんとも相談しとって、そう、それでいいじゃないですかと。そう、優しいマネちゃん。優しいマネちゃんだよ、本当に。見て、動いてるでしょ、ここにの目。おい、どこ行くんだ、おめん、目の前通り上がって。やっぱさ、こう反応くれた方が嬉しいじゃん。なんだてめえ、お、また通り過ぎたな。